どうも運動不足おじさんの甘栗旬です。はい、というわけでね、今日はね早速動画やっていくんですけども、俺の近くのね公園にまた来ましてね、運動しようかなと思って来ました。おかげでちょっと走ったおかげで半袖でも今大丈夫ですというわけでね、ここの公園の階段のところ結構段数あるんで、ここちょっと走ってる動画を撮りたいと思いますいいね運動ってね。俺もちょっとお腹ポコちゃんになってきてるんでね、ちょっとさすがにやべえなと思ったのと、確実に運動不足なんで、ちょっと今日は階段の走ってる動画を撮りたいと思います。別に運動不足なんで、ただ走って上がるだけなんですけど、まあ、とりあえずやってみようみたいな感じですね。はい、じゃ撮影しながらやってみたいと思います。階段いきます。レディーゴー。よいしょ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 はい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 、オッケー。もう一回いきます。よいしょよいしょ、これ何回もやります。よいしょ、いい汗かいてきたぜ。いいぞいいぞ。よいしょよいしょよいしょ、2回目。2回目。はい、次。ちょっと段と段の間ちっちゃいんで、つまずかないようにしないと。よいしょ、尺的に3回か4回にします。よいしょよいしょよいしょ、はい、3回目いきます。はい、3回目です。はい、2分ね。よいしょ。はい、4回目。いけるね。2分40秒。あ、いい汗かくね。よいしょ。よいしょ。じゃあラスト5回目いきます。よいしょ。よいしょ。よいしょ、はい、よし5回 OK です。ちょっとね、雨とか雪でちょっと濡れてるんで、滑んないようにしないといけないですけどね。あとこういうのやったり、あとここの校庭の内周っていうか、こう走ったりとかいろいろして、もうちょっと走ったら帰ろうと思います。規則正しくね、運動もしていかないとね、おでぶまになっちゃうからね。でも運動は気持ちいいね。というわけで、ご視聴どうもありがとうございました。また見てね。バイバイ。